お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで、今回なんですけども、キャンプ初心者さんにおすすめできるご飯をね、炊飯するときのクッカーと、まあそれに使うギアを、まあ私の経験上ですね、初心者の方でも簡単にできる方法とギアですね、ご紹介していきたいと思います。さあ行きましょう。今回は炊飯ギア編でございます。はい、じゃあまずですね、今回ね、こちらのいわゆる戦闘飯盒と呼ばれるものと、こちらのメスティンと呼ばれるものを2種類ですね、ご紹介します。はい。で、その他のまあ牡蠣ですね、炊飯するために使うであろう牡蠣、これもね2つ用意してきたので、この辺を踏まえて初心者さん、キャンプを始めたての方に、キャンプを楽しんでもらえるであろうやり方とギアをねご紹介していきたいと思います。はい。じゃあまずね、多分皆さんこれ気になってると思うんですよね。なんかちょっとかっちょいいね、こちらのクッカー、こちらの方はですね、飯盒2型と呼ばれるものでございます。まあ、ちなみにこっちがロゴスの、飯盒23式というもので、こっちがムースルームワークスというところの戦闘飯盒2型、まあ機能としては同じものなんですけど、これがご飯を炊くのになんでいいかという理由、初心者さんにおすすめできるっていう理由なんですけど、これがですね、飯盒っていうと皆さん平式飯盒っていう、いわゆる4合炊きのね、もっと高さがあるやつをイメージすると思うんですけど、これ本当にコンパクトな、まあちっちゃい飯盒になってるんですけど、これがですね、なぜ初心者さんにおすすめしたいかというと、めちゃくちゃ簡単にご飯が炊けるんですよ。で、その秘密なんですけど、はい、今蓋開けると、これが中子で、これが蓋になってて、水蒸気炊飯というものができるんですね。で、その水蒸気炊飯というものを使うには、こちらに、普通だったらね、水で洗ったお米を入れて、お水入れて炊くっていうのを想像すると思うんですけど、これはここにお水を入れます。で、こっちの中子ですね、中子の方に洗ったお米と水を入れて、で、これで蓋を閉めて、そのまま火にかけるだけで簡単に水蒸気でお米が炊けるという、すごく便利なねギアなんですけど、それなんで初心者さんにおすすめできるかっていうと、火加減を気にしなくていいと。結構ね、飯盒とかでお米炊くのってなんか、はじめちょろちょろ中パッパみたいな、昔からある言葉じゃないですけど、ちょっとコツがいるっていうところがあるんですけど、もうこれを使うと、水入れてお米入れて、火にかけるだけで OK っていうので、初心者さんにね、おすすめできる、簡単にご飯が炊けるっていう、それに特化したね、ギアですね。で、この見た目もね、ちょっとミリタリーチックで、かっこいいっていうのも人気の秘密なんですけど、これね、一番のデメリットはあります。キャンプ初心者の皆さん。そのデメリット何かと言いますと、値段がめちゃくちゃ高いです。値段がめちゃくちゃ高い。っていうので、最初からこれをね、使うっていうのかっこよくていいと思うんですけど、ちょっとね、お値段が高い。1万円前後するものがほとんどになってますので、これをいきなり初心者さんにおすすめするっていうのは酷だなということで、そこで登場するのは昔からね、キャンプられてる方なんかはもうご存知だと思うんですけど、いわゆるメスティンと言われるものでございます。はい。で、こっちは、有名トランギアさんっていうところね、有名なメスティン
で、こっちが、あの、100円ショップのダイソーで売ってるネスティンなんですけど、これはとってもリーズナブルです。多分ね、2つともほとんどお値段変わんないんじゃないかな。こっち1100円ですよね、確か。で、こっちも今1500円ぐらいで多分買えるので、この戦闘飯盒2型に比べると、だいぶ、お買い得にというかコスパよく、買えて使えるっていうので、初心者さんにはこっちの方がいいのかなと思います。まあ、ただこっちで炊飯する場合は、まあ先ほどのね、戦闘飯盒のように水蒸気炊飯はできないので、まあ、普通にね、こちらの中にお米とお水を入れて火にかけるっていう形になってきます。はい。で、こっちは無垢のアルミなんですけど、こっちは、フッ素加工がされてます。フッ素加工がされてるので、洗い物がすごく楽になります。で、まあ、これ両方ともね、蓋をフライパン代わりに使えるには使えるんですけど、こっちにフッ素加工になってるんで、蓋の方も焦げ付きにくいので、とっても便利です。はい。これはどっちを選んでいただいてもいいと思います。はい。で、じゃあ、これでも火加減とかすごい難しいんですよね、猫色さんって、いう質問が飛んできそうなんですけど、いや逆にね、メスティン炊飯簡単にする方法があるんですよ。はい。その方法が、さっきちょっとこっちに移したんですけど。この子ですね。こちら。ポケットストーブと呼ばれる、もともとミリタリーのね、ギアなんですけど、これも今安くね、それこそ100円均一とかでも買える。セリアの、100円ショップのセリアなんかだと100円で買えるなんつってね、結構話題になってるんですけど、やっぱね、多分キャンプ始めたての方は多分みんな通る道じゃないですかね。このポケットストーブを使って、炊飯します。で、これ、ここに開けてあげて、今ちょっと手持ちでないんですけど、固形燃料ってね、よく、料亭とか、お料理屋さんで、水色のね、燃料来ると思うんですけど、それを、ここに置いてやって、あとは、お米洗って、水入れて、このメスティンを乗っけて、火にかけて、キャンプでね、やるときはちょっと風があるので、風防っていうね、もの、これもね、100円均一に売ってるので、それで、まあ、風がなければね、全然風防とかいらないんですけど、それを使ってやると、本当に、ほったらかし、何もせずに、火をつけたら何もせずに、そのままほったらかし、で、火が消えたら、ちょっと蒸らすということだけで、ご飯が炊けちゃうので、これ初心者さんおすすめですね。失敗がほぼないと思います。お米とお水の分量さえ間違いなければ。はい。で、まあ、その時にちょっと注意、した方がいいのは、お米の浸水時間ですね。まあ、お米洗って、ちょっと、お米をね、お水で浸水させるんですけど、夏場だと30分ぐらいでいいんですけど、冬場、ちょっと寒い時期は長い時間、1時間ぐらい水に、浸水させておいてあげないと、ちょっと仕上がりが、悪いというので、そこだけ注意してあげて、もうあとは、乗っけて、やるだけで、とっても簡単にご飯が炊けるというので、もう本当に初心者さんには、このメスティンと、このポケットストーブセット、ぜひ使っていただければ、キャンプがちょっとでも楽しいと思えるんじゃないでしょうかね。で、本当に、先ほども言いましたけど、100円ショップに、売っていて揃いますので、僕も最初、炊飯やり始めた頃は本当にポケットストーブとメスティンで、やってました。もうそれだけで本当に美味しいご飯が炊けるので、キャンプ初心者始めたての方はね、まずはこれで、まあ自宅で練習とかもね、僕もやりましたけど、ちょっとやってみて、キャンプでね、失敗しないようにしてやるといいのかなと思います。で、牡蠣系もう一個。はい。こちらですね。まあ、これがね、いわゆるアルコールストーブというものでですね、こちらに、液体のね、燃料を入れて、まあ、それでね、加熱していくっていうものになります。で、まあ、これもいいんですけど、
まあ、燃料を持っていくので、まあ、ちょっとね、移動手段によってはその液体の燃料を持っていくのが難しいっていうのもあるので、まあ、ちょっとね、ロマンギアにはなってしまうんですけど、アルコールストーブで、これを火器として、まあ、これ五徳がちょっと必要なんですけどね、ちょっとこれだと低いかもしれないですけど、ちょっと五徳が必要になってくるんですけど、めちゃくちゃ見た目どうですか皆さん。キャンプ始めたての時に僕これ見た時感動しましたもん。もうなんだこのかっこいいフォルムのギアってことで。で、これがね、トランギアさんですね。このさっきのメスティンの方で有名なトランギアというところの、アルコールストーブ。この T のマークが、印象的なアルコールストーブになります。はい。で、結構ね、このアルコールストーブに関しては、まあ、炊飯はもちろんなんですけど、まあ、ちょっとね、お湯を沸かしてコーヒー飲むだったり、なんだろうね。いろんな用途で、本当に火器として使われます。固形燃料だと、まあ、ある程度使用用途が限定されちゃうと思うんですけど、アルコール燃料だと結構いろんなものに対応してるので、これはね、おすすめです。はい。ちょっと固形燃料での炊飯マスターしてきたっていう方は、じゃあ次アルコール燃料でやってみようっていうんで、まあこれトランギアさんのアルコールストーブなんですけど、100円均一、100円ショップにアルコールストーブ、アルストも売ってます。はい。で、僕がおすすめなのはダイソーさんのちっちゃい方、アルコールストーブ。以前私の動画で、ほったらかし炊飯できるアルコールストーブってことで紹介してますので、ご興味がある方はぜひそちらも見てほしいんですけど、っていうような感じでですね、今回は、まあ、初心者さん、キャンプ初心者さんにおすすめできる、炊飯ギアと、それに付随する火器のね、ご紹介をさせていただきました。はい。本当にね、今、キャンプアウトドア業界、選択肢がね、本当に広くて、初心者さんも迷っちゃうと思います。なんですけど、まあ、私の経験上のお話を今回させていただいて、やっぱ一番簡単なのは、メスティンと、この固形燃料の組み合わせかなと、ほったらかしでいいんでね。はい。で、まあ、お金に余裕があれば、うん、お金に余裕があって、こういう、ちょっと武骨なギア好きなんだよね、っていう方は、こっちのね、戦闘飯盒新潟と呼ばれるもの、これおすすめになってますね。で、こちらもね、ぜひチェックしてください。一応概要欄に、このロゴスの飯盒と、トランギアのメスティンと、こちらのアルコールストーブの URL 貼っておきますので、ご興味のある方はそちらもチェックしてみてください。というわけで、このチャンネルではね、キャンプ初心者さんを増やして、キャンプ仲間を増やしていこうということで、キャンプ初心者さんの、もう、お悩みというか、自分がキャンプ始めたての頃にちょっと迷ったり、選択肢に困ったっていうものを、改めてね、キャンプ経験を、まあ、数年、積んだ上で、皆さんに、少しでも快適にキャンプを始められて、キャンプに一緒にハマっていただきたいっていうことを、大義名分にね、シリーズ化してちょっとお送りしております。で、キャンプ初心者さんで、猫おじさんちょっと相談があります。これこれこういうことで悩んでるんですけど、どうしたらいいですかみたいなのがもしあればですね、コメント欄に、コメントいただくか、まあ、ツイッター、やっておりますので、ツイッターアカウントの方に、声かけていただいても、動画のネタとしてね、採用させていただく場合がございますので、ぜひそちらの方もお願いします。というわけで、最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、ぜひぜひお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。こいつだね。ちょっと使い込んじゃってるんだ。バイバイ。